はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、シビックハッチバックの、新しいモデルですね。あのマイナーチェンジしましたね、クーピーさんね。はい、今日はクーピーさん来てもらってます、はい、今日はね、あの一緒にね、ちょっと乗り味を、感想を一緒に、してもらおうかなと思っております、はい、で今日はね、この、マイナーチェンジした、シビックハッチバックと、マイナーチェンジする前のね、このシビックハッチバック、これがね、あるんで、2つね、乗り味を比べてみようかなと思います。あのこれもね、6速マニュアル、6速マニュアルなんですね。ちょっとね、軽く外装を見ていきますね。今回ね、マイナーチェンジして、よりローワイドなデザインに変わりましたね。この辺がね、ちょっと刃っぽいねデザインになってますよね。で、まあこれほとんどわからないと思うんですが、ここね、ちょっと開口面積が広くなってるということなんですが、変わってるかどうだろうか。太くなってる。で、今回のモデルね、ディーラーオプションがついて、319万円ですね。車両本体価格は298万ですね。いや、それにしてもね、今回のこのグレッシュなブルーというか、この色かなりね、かっこいいと思いますね。いや、ホイールもね、今回デザインが変わって、よりね、かっこよくなったなと思います。前のモデルこんな感じだったんですね。で、特にね、今回リアが結構変わりましたよね。あのタイプ R みたいな感じで、あのリアのね、この下の部分、この辺がね、より立体的になってかっこいいなと思います。だいぶこの辺のデザインが違いますよね。で、ここもデザインが違います。すごいやっぱハニカムなんですね。ああ、やっぱ比べてみると新しい方がええな。で、今回からね、これはついてないんですが、ディーラーオプションでね、サンルーフがつく設定になりましたね。あ、ちなみにこれ中古販売今してるんですね。いや、これ花園店で288万円で買えます。ハッチバックはね、このシビックタイプ R の、このベース車両ということで、同じね、イギリスの工場で、スインドン工場で作られてるんですね。では、軽く内装を見てみましょう。お邪魔しますと。おお、内装の方はね、こんな感じです。あれ、一瞬なんかどこが変わったんかなという感じはしますが、なんかこのシフトレバー、これがなんか変わってるような気がするな。で、あ、ハンドルもなんか良くなってる。この新しいモデル乗る前にね、この古いモデルから一回乗ってみようと思います。では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。後方確認よし。はい、すいません。朝からこんなテンション高いですね。、シビックハッチバック、こちらね、今マイナーチェンジ前の、モデルを運転しております。結構ね、ダイレクトにエンジン音が聞こえてくるんだなという第一印象ですね。いい音ですね、すごい。そうですよね。ね、意外とこのサスペンションもね、なんかそんなにガチガチじゃないし、そうですね、タイプ R とかはね、さすがに、なんかハイスペックマシーンのスポーツカーに乗ってるなという乗り味なんですが、このハッチバックに関してはね、普通に乗用車として乗れるなという感じがしますね。ボンネットがね、結構膨らんでるんで、左右の車幅の感覚は結構取れるんですけどね。いや、それでもね、やっぱでかいなという感じしますね。僕さっき軽自動車乗ってたんですけど、やっぱりもうそれと比べるとね、全然2倍あるんちゃうかぐらい。いや、ではクーピーさんに運転がありました。はい、1年前のやつですね、こちら。そうですね、はい、じゃあ運転させていただきます。これがすごいシフトフィールが軽いですね。あ、そう。へー、安全運転で行ってきます。ハンクラッチにしたらアクセルがちょっと回転数上がって演奏しない感じですね。うん、あ、そうそう。不思議やね、これ。幸せですね。不思議車。不思議マニュアル車。マニュアルやけどオートマっぽいとこはね。そう。演奏せえへんねん、これ。やはりなんかダイレクト感がすごいですね。なんか音もすごいいいんですけど、踏んだら踏んだ分だけすぐ反応してくれるんで、これ。ほんなに今のかっこいい。今のかっこいい乗り方。ちょっと
ブリッピングっていって、あのシュートダウンするときにちょっとアクセル踏むんですけど、でそれでエンブレかけるんですけど、この発進の時に全然アクセル煽らんでいいのはやっぱ余裕がありますね。楽ですね。低速域でもこうガクガクってならない、ならないですね。余裕のトルクがありますね。結構アクセルレスポンスがやっぱいいんで、うん、こうやって、おおかっこいいグリッピングとかで踏んでもすごい綺麗に吹き上がってくれますね。なんかすごい本当簡単なマニュアル車って感じしますね。なんかあの車がすごい支援してくれるような、そうですね、感じですよね。なんか補助されてるような、このマニュアル車でブレーキホールドついてるのすごいですよね。で今話してるの、今話してますね。あ、ほんまや。これマイチェン前でこんだけ、ね、仕上がってるもんなんで、マイチェン後どうなってるんですかね。乗り味変わってるんですかね。いやそれや、ね、いやほんとそれ。これやっぱ電動になるっていうか、これ今新しい方の、今からこれ新しい方の、シビック8バックです。おお違いますね、メーターの細かくやっぱ変わってくるよね。そうですね。あ、なんか冷たいあれシフトの部分も変わってるか、なんか手のひら冷たい。あー、あれなんかやっぱちゃうぞ。ちゃいます。あ、なんか違う。あれなんやろ。エコモードもあるんですね。うん、あ、これ さっきあれエコモードやったんかな、さっき、ね、いやそんなことはない、何もしないですもんね、起動してから、うん、でもなんか走ってたらすごいこの緑になる顔してみます。うん、あ、今じゃあ違いますね。あ、違う、ね、これなかったですもんね。なかった葉っぱのマークなかった。あ、でもやたらなんか今緑のインジゲーターが、あ、なんやろこれ。なんかね、遮音材がところどころにプラスされてるらしいですね、今回ね。ああ、分かった。ちょっとね、なんか上質感が上がったような感じかな。ちょっとまだ数メーターしか走ってないんで分からないんですけど、今第一印象はそんな感じですね。そうですね、これ WLTC モードでね、 16.4kg/L とまあこれハイオクなんですけどね、まあスポーツカーにしたらまあまあ、あの燃費ですよね。まあただね、これ CVT でもね燃費が変わらないっていうね。そうなんですか。そうなんですよ、同じなんですよね。あ、なんかええ感じの道っぽい。お前、おっしゃー、おうやっいあ、すごいすごい山が綺麗ですね。山綺麗なじゃあマイチェンしたシビックですね、8バック。はい、あ、違いますね、ちょっと。マジ違いますね、シュートフィールが。マイチェン前のやつはなんかニュルって入ってた。そう、あ、ニュルニュルンブルクね、ニュルブルリンクスコスコってカチッカチッって入る感じですね。あの S660 に近い感じですね、こっちのがね僕好きですね。あ、そう、はい、安全運転で行ってきますあ、いいですね、なんかスムーズというか、なんか上質になった気がしますね、乗り足というか、そのアクセルレスポンスとかも。なんか一段階いい車になったなっていう、そうですね、感じするよね。なんかやんちゃ感が減った感じというかね、まあどっちがいいかって好みは分かれる感じかな、ね、なんか俗にしなやかさもなんか増した気もしますね。うん、このシフトフィールはね、すごいいいですね、なんか、すごいなんかレーシーな感じで、マニュアル好きな人は多分これ好きと思いますね。ヒール&トーはやりにくいですね、やりにくいというかね、かなり強くブレーキ踏まないとダメなんで、なんか一般道ではなかなかね、そんなに深くブレーキ踏まないと思うんで、アクセルペダルの位置が結構奥の方にあるってことですね。そうですね、今乗り比べてみたんですけど、まあちょっとやっぱ静粛性かな、一番で変わってきたのは。今マイチェン前とマイチェン後乗り比べてみたんですけど、
そこまで変わらないかなっていう印象ですね、やっぱり。うん、ちょっと上質感は確かにマイチェンゴの方があるような気がするっていうぐらいですね。うん、ね、あのマイチェン前だと中古とかで安かったりとかするんで、うん、値段が安いんなら全然中古で、ね、安い方がいいんかなって気もしますし、今まさに花園店で、ね、売ってますんで ね、 そうですね。でやっぱこの6速マニュアルっていうのがね、あのいいですよね、うん、シビックはちゃんと用意されてるっていうのが。僕ね、そのマイチェン前とマイチェン後どっちか買うって言われたら、はい、マイチェン後かもしれないですね。というのはね、このシュートフィールがね、お好きですね、すごい。あ、なるほど。そこだけですね。私はもう完全にマイチェン後ですねあのマイチェン後ですか。そうですね、価格差がちょっとどれだけあったかなっていうのは今分からないんですけど、やっぱね見た目ですよね。エクステリアの差が意外とね地味に差があるなと、うん、あの特にね、あのリアのね、あのバンパーのデザインがちょっとタイプ R 寄りにだいぶなってきて、うん、よりなんかねアグレッシブなデザインになったなと思いますね。で、あとね、あの 1.5 リッターなんで、あの結構エンジン回せるのがやっぱ楽しいですね、これ運転してて、うんうん、あのタイプ R の方2リッターなんで、はい、街乗りだったらもう全然上げれなかったんですけど、これ結構1速2速引っ張っても、うん、法定速度内で遊べるんで、その点でもマニュアルとの相性いいですね。そうそう、はい、いかがでしたかね、シビックハッチバック、マイナーチェンジ前とマイナーチェンジ後こんな感じで乗り味が違いましたね。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店で販売しております。試乗の方もできますので、必ず試乗予約の方してから、ご来店くださいね。詳しくは下の概要欄に貼ってますので皆さんクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでシビックハッチバック6速マニュアル乗り比べてみたでした。じゃあね、バーイ。